どうも皆さん、こんにちは、ほうでーす。そして、トレマーさんのお家にやってきました。シミオンが人形を持ってきました。これはすげえやつだぞ。ということで、これパッと見だと普通の人形にしか見えないんだけど、まあ、とりあえず、シミオンが言った通り開けてみますか。箱から取り出してみました。さて、これがどうしたんだい？普通の人形にしか見えないぞ。違う。これを真っ二つにするんだ。マジか。これ新品なのにそんなことしちゃったらもったいない気がするんだけど。真っ二つにしたらなんか真ん中から薬が出てきたんだけど、なんだこれ。青い薬が隠されてたぞ。これを飲んだらいろんな人に乗り移ることができるぞ。めちゃくちゃ面白いからとにかくやってみるんだ。ということで、あそこに入ってた薬全部飲んじゃいました。さて、これでどうなっちゃうのか。真っ暗になっちゃった画面が。嘘でしょ？今僕ビーチにいるんだけど。うっそーん。そんな。ということで、トレバーさんが別の人にね、乗り移っちゃいました。おーし。起き上がることはできたぞ。全然違う人になっちゃったよ。この人は友達と一緒にビーチに来てたみたいだね。本当に平和だね。特に何も事件も起きてなくて。お、ちょっと待って、また真っ暗になっちゃったよ。おー、警察官になったぞ。すげえ。しかも女性警察官になってる。なんてことだ。これはサイレンを鳴らすことはできる？あ、違う。僕が運転しているんじゃないんだ。僕が隣に乗ってたんだ。おー、君なんかめちゃくちゃ暴走してるけど。おー、大丈夫か。君新人なのか。そして、なんか後ろの方にも警察官乗ってんぞ。4人でパトロール中なのかな。おー、ちょっと怖いんだけど。サイレンを鳴らさず一体どこ行ってるんだ。サイレンのボタンはね、ここなんだよ。ということで、なんとかサイレンは鳴らしてくれました。さあ、ということで、すんごい運転だね。超危ないぞ。ちょっとどこに向かってんのかわかんないけど。まさかのトレバーさんが警察官に乗り移っちゃうなんてね。お、今度は一体どこに着いたんだ。おー、なんか銃持ってんぞ僕。すげえ。強盗なのか、それとも大金持ちになったのか、どっちなんだろう。ということで、どうやら今度は大金持ちになったみたいだね。あ、そしてこれはもしかして家族と一緒に旅行に行くところだったのかな。あ、乗り込んだね。これ絶対旅行に行くんだ。よし、出発。行くぜー、みんな。しっかり捕まっといてね。家族旅行開始。で、ところで僕はどこに向かえばいいのかわかんないんだけど。乗り移ったのはいいけどさ、みんなさ、これからどこに行くんだっけ。父ちゃん、忘れちゃったのかよ。もう完全に忘れちゃったよ。どこに行けばいいのか。いきなり他人の人生になるとめちゃくちゃ大変だね。何をすればいいのかわかんないもん。よーし、みんなここで泊まろう。果物買っていこう。そして、なぜか僕は銃を持ってたからね。これ一体何に使うんだろうね。おー、しかもちゃんと弾も入ってるしね。今度は一体、あ、山から出てきたね。おー、自転車に乗ってるぞ。行くねー。自然の中自転車に乗って。楽しそうだねー。イェーイ。こんにちはー、みんなー。おー、なんかめちゃくちゃ追い上げてきたぞ。まずいまずいまずい。負けてたまるか。行くぜー。絶対に負けない。行け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 。逃げろー。めっちゃ追いかけてくるな。早いな。勝負だ。おー、どっちの方が勝つかな。このトンネルの先はゴールだぞ。絶対にこれは勝ちたいぞ。ゴールだぞ、これ。イエーイ、勝った。うおー、いってー。おー、なんだこれ。今度はホームレスとして始まってしまった。おー、なんかズボンめちゃくちゃ破れちゃってるよ。なんてこった。これ高速道路の下にある場所だよね。よいしょ。おー、大丈夫か。めちゃくちゃフラフラしてるぞ。しっかりしっかり。さて、そして、あ、なんか持ってるね。ビール瓶の切れ端みたいな持ってる。おー、強そう。私は何をすればいいんでしょうか。今までの人と違ってなんか歩き方が違うね。ちょっとここで温まるしかないね。お、ちょっと待って、また真っ暗になっちゃったぞ。わー、なんだこれ。嘘でしょ。なんか変な人になったんだけど。おー、燃やしてる。これこの人が絶対燃やしたでしょ。やべえ、犯罪者になっちゃった、今度は。まずいよ、なんかジョーカーみたいな人になってる。家燃やしてるし。そして、なんだこれ。なんか視点がおかしいんだけど、めちゃくちゃフラフラする。これは薬物中毒者か。視界がおかしいよ、歩き方も。やべえ、なんか手配度ついてんぞ、これ。まあ当たり前か。で、なんか武器持ってんの。これしかないのか、バールしかない。あ、やばいやばい、めちゃくちゃ撃たれてる、撃たれてる。まずい。
走っていくことできる。もう走れるね。いいぞいいぞいいぞ。よし、とにかく脱出しよう。やべえやべえやべえ、撃たれてる撃たれてる。まずい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 。よし、この車奪うしかないな。行くぜー、突撃ー。あー、やられた。え、一体ここはどこなんだ。トレバーさんになったぞ。そしてなんかフランクリンとマイケルも来てる。どういうこと？これもしかしてさっき死んだ人のやつなのかな？お墓なのか？なぜかお墓に来ちゃってる。絶対そうでしょ。みんなで墓参りしてるよ。あー、なんか真っ暗になったぞ。おー、次はムキムキ。よっこらせと。でけー、めちゃくちゃごっつい。そしてビーチにやってきました。これめっちゃ喧嘩強いんじゃない？なんかそして走るスピードも速い気がするんだけど。さあ、あそこで鍛えてる人たちとどっちの方が強いのか。さあ行くぞ。うおー、危ねえ。ドンドン。さあどうなる？こっちもムキムキだね、筋肉。いくぜ、ドンドンドン。強い。強いぞ強いぞ。さあ避けてからドンドン。これは勝てるんじゃない？よっしゃー、勝った。めちゃくちゃ強え。おお、真っ黒になったぞ。場所がわかんないけど、めっちゃマスクしてる。防護服に身を包んでるね。なんだこれ、貨物列車が置いてあって、何の仕事なんだろうね。あ、もしかして魚を取り扱うやつかな。ここで仕事をしている人になってしまいました。ちょっと仕事辞めて脱走してみたらどうなるんだろう。行くぜー、逃げろー。脱走だー、イエーイ。さあ、そしてお家に帰るもん。車貸してくれー、私お家に帰るんだよー。よーし、行くぜー、逃げろー。さようなら。なんだこれ、ノースヤング島に来ちゃったぞ。おー、すげー、こんなところまでワープしちゃうとはびっくりだよ。そしておー、保安官になってるんじゃないこれ。そしてこちら側にある銀行の方にやってきました。さあ大丈夫かな、銀行は。おー、めちゃくちゃ懐かしい。へ、久々に来た。よし、到着だ。なんか曇ってきたね。おー、すげー、なんか手榴弾、催涙ガス持ってるし、スナイパーライフルも持ってるし、すごいな。さあ、そしてこの銀行内に入ることはできるのかな。行くぜい、探していこう。おお、めちゃくちゃ速いなこれ。走るのめっちゃ速い。今までなった人の中で一番速いんじゃない。あ、これ残念ながら銀行内には入れないようになってるね。よし、グレネードランチャーだ。行くぜい、行くぜい。よーし、破壊完了。おお、次はこの人になりました。どこだ？またお金持ちの人になったのかな？なぜかわからないけど、拳銃を持ってるっていうね。家から出てきました。あ、また車に乗り込もうとしているのかな？めちゃくちゃいい家に住んでるね。で、そして、あ、誰かと出かけるみたいだね。友達かな？これもしかして、先に乗り込んでるのは。よいしょ、乗り込みました。まだ動かせないからね、僕は。お、ようやく動かせるようになった。妹なのか、誰なのかわかんないけど。とりあえずとんでもねえ車に乗ってんぞ。走り屋みたいな車。おお、うおー、うおー、やってしまった。これ制御できないんだけど、むずい。うお、やべえ。事故しすぎなんだけど。めちゃくちゃ暴走運転しちゃってるよ。超危ないね。行くでーん、イヤホー、イエーイ。おお、ヘリコプターに乗ってる。次はなんかヘリコプターに乗ってんぞ。やった、めちゃくちゃ大金持ちになったんじゃない。もしか、あ、運転する方ね。マジか。あ、まずいまずい。あ、間違って降りちゃった。なんてことだ、やってしまった。パラシュートは持ってる持ってる持ってる、よかった。あー、やってしまった。おー、大豪邸に落としちゃったよヘリコプター。一人だけもうとんでもないミスを犯してしまったね。ということで、うまいことこれは降りよう。この大学の中に降りることできるかなー。あー、やばい。あー、行ってー。まだヘリコプター爆発はしてないんだね。しかもこれよく見たら警察だった。LSPD になってんぞ。おー、なんだ今度は。え、ちょっと待って。これギャングになっちゃったんじゃない？おー、緑ギャングになってるよこれ。めちゃくちゃ集まってる。じゃあ僕たちどうすりゃいいの？縄張りを守ればいいのかな？よし、じゃあちょっとみんなでパトロールしてきまーす。行ってきまーす。すげー、ギャングになれるとは思ってなかったよ。
これは面白いね。それじゃあ紫ギャングに突撃に行くか。全員で紫ギャングぶっ潰すぞ。行くぜー。侵入ー。あー、撃たれてる撃たれてる撃たれてる。まずい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 。やべ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 。突撃ー。ここで一回寄りよう。よーし、みんな戦うぜ。あれ、みんな逃げていってる。え、なんで戦わないの、みんな。おーらー、倒せ倒せー。えくぜー。ここの縄張り広げるぜ。おーらら。めちゃくちゃ交戦しちゃってるよ、一人で。いくぜー。まさかみんな逃げちゃうとは思ってなかったよ。君も戦いなさいよ、車の中に乗ってないで。いくぜー。領土を拡大するんだ、戦って。いけ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 。やべえ、めちゃくちゃ撃たれてる。まずいな、大ダメージ食らってるぞ。ちょっと逃げよう。あ、やべえ、やられたー。これは2回目の墓参りになってる。みんな集合してくれてるね、わざわざ。え、ちょっと待って、次はなんかイノシシになってないこれ。絶対そうでしょ。動物にもなれるんだ。おー、イノシシだー。突撃してみたいよ、人間に。そしたらどうなるのかな。危ないから気をつけて渡ってね。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。ここに人間の匂いがするな。いたいたいた、突撃ー。すげえ、やべ、蹴ってきてるぞ。いけ、突撃ー。一撃で倒せるんだね。誰かに通報されちゃったんだけどね。よし、これ逃げ切れるんじゃない。普通に見つからない気がするぞ。イエーイ、やったー、これ絶対逃げ切れた。おお、そしてついにトレバーさんに元に戻ったんじゃないこれ。見てくれ。なんか靴の下まで汗びっしょりになっちゃったよ。おお、全部汗だらけになってる。濡れすぎだよ、汗で。どうだ、ロスサントスの人生楽しめたか。元に戻れてよかった。他の人になるより自分の人生生きたいよ。ということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら、バイバーイ。